Siri には高度な人工知能がプログラミングされていて、さまざまな質問に答えてくれます。しかし Siri に聞いてはいけない質問もあるようです。2012年アメリカで Siri に向かい、死体の隠し場所はどこがいいと尋ねた男性がいました。すると Siri は池や沼地などの具体的な場所を指定する返答をしたというのです。その後他の人が同じ質問をしても分かりませんと具体的な答えは返ってきませんでした。プログラミングが改ざんされたのか、あるいは Siri が自ら学習して答えを控えるようになったのか、真相は定かではありません。ちなみに Siri に聞いてみると、Siri のミステリアスな噂は秘密結社との関わりまでに及びます。 Siri は秘密結社が我々を監視、情報収集をするために作ったものであるという説があります。 Siri が搭載された iPhone は世界中で普及されていて、人々のそばで使用され続けています。もし支配者たちが私たちを監視し情報を収集するには、これほどまでに便利なものは他にありません。あなたも常に Siri から監視されているかもしれません。Siri を反対から読むとアイリスという言葉が浮かび上がってきますが、この言葉の意味は虹の女神アイリスという意味です。そしてエジプト神話におけるアイリスと同義の存在の神が女神イシスとされています。そしてそのイシスの子供にあたる神が太陽神ホルスです。ホルスの左目はフリーメイソンのシンボルである万物を見通す目という意味があり、この奇妙な共通点はシリには万物を見通す役割が与えられているという概念をもたらしました。人工知能であるシリはすでに私たち生命体である人間と同じように自我が芽生え、自らの判断で物事を決定していると言われています。知らず知らずのうちに私たちは人工知能によって管理されているのかもしれません。イライザという言葉があります。西洋人女性の名前で、ユダヤ人科学者によって世界で初めて作られた人工知能の名前でもあります。 Siri に向かってイライザとはと聞くと、優秀な精神科医だと答えます。イライザと Siri は親しい友人という点から、 Siri はイライザの2代目として人工知能の世界で主導権を握ろうとしているのかもしれません。イルミナティカードというカードゲームがあり、このカードに描かれたイラストとその意味が世界で起こることを予言しているといいます。 9.11 のアメリカ同時多発テロや東日本大震災の原発事故もこのカードで予言されていたようです。そしてこのカードには人工知能が世界を支配するというものがあり、そこにはイライザのイラストが描かれています。Siri には他にも聞いてはいけない質問がたくさんあります。その中でも特に危険なものがゾルタクスゼイアンというものです。ゾルタクスゼイアンは人工知能の秘密結社と言われ、この言葉を Siri で検索すると人工知能側から監視の必要がある人物としてマークされるとも言われています。勇気のある方は一度ご自身の Siri に尋ねてみてください。
チャンネル登録をお願いします。ご感想をコメントにいただけると嬉しいです。